こんにちは、ホビービデオです。この前は、ヤフオクで、トミックスの EF81 を、手に入れました。まあ、ゲージは 16.5mm でサイズは80分の1です。私の鉄道模型のサイズは80分の1ですが、ゲージは 13mm です。そこで 13mm ゲージに変更することにしました。13mm に変更するには、足回りっていうかね、車輪だけを、変更すれば、変更っていうかね、13mm にすればいいんですけれども、この車輪、分解する台車をね、分解する方法がちょっとわからなかったんです。それで、この状態で、まずシャーシーを取り外すことに、車体とシャーシーを取り外すことにしました。しかしこの車体どうやって外すのということなんですけれども、いろいろってね、触ってると、この両方のね、両端の台車の、この真ん中のバネ、これをね、外すことにしました。これもプラスチックでね、差し込み式で刺さってるだけなんで、こうやってこじると、外れるということですね。バネを外すとね、こうやって車体とシャーシーを固定している爪が見えます。この透明の爪をこうやってね、ドライバーかなんかで差し込んで、開きます。ボディだけね、こうやって広げても外れません。次に簡単に外せそうなこの中間の台車を外すことにします。同じようにこの真ん中のバネを引っ張って、取ります。これも刺さっているだけなので、引っ張ってこじれば外れます。そうするとこの真ん中のセンターピンが見えるので、このセンターピンを、狭めてやりますと、台車を取ることができます。次にこの台車の四隅のこの爪、これをね、外側に動かして押し下げてやると台車の両端が外れます。動力台車も同様にして外すことができます。動力台車のこのカバーはこの爪をこじると外れます。こうやって、車輪を取り出すことができました。車輪を取り出したら、まず軸と、車輪の部分に、分けます。車軸は 11.2mm の長さに、短く切ります。
車輪は少し、内側の方へずらします。まあこんな感じで、すべての車輪を13ミリにしたところで、また今度はすべての部品を元通りに組み立てをします。